こんにちは、アンソニーです。au から Xperia Z3 SOL26 が発売されるということが正式に発表されました。で、私は iPhone 6 にするか Xperia にするか今非常に悩んでますので、この Z3 のスペック表を見ながらね、今日はその特徴を把握していきたいと思います。で、ただし、このスペックをね、すべて網羅するんじゃなくて、あくまで私が気になっているポイントをね、抜粋するような形になります。まずサイズですが、ディスプレイは 5.2 インチとなります。で、これは iPhone 6と6 Plus のちょうど中間ぐらいですね。それからこの全体の大きさや重さも6と6 Plus のちょうど中間ぐらいとなります。で、ただし、分厚さだけはですね、6 Plus よりもさらに分厚い 7.3 ミリということですね。通信面では au が誇るキャリアアグリゲーションというものと YMAX2 Plus に対応してますから、下り最大150メガということで、屋外での通信速度っていうのが期待できると思いますね。それから屋内では Wi-Fi で AC に対応してますので、これは iPhone 6も一緒なんですけれども、私、この次世代の AC に対応したスマートフォンを買えばですね、家の Wi-Fi のルーターもちょっとグレードアップしたいなと思ってます。気になるカメラなんですけれども、この G レンズはですね、広角 25mmF2.0、2070万画素で ISO12800 の高感度に対応しているということなんですね。この広角 25mm っていうのは非常に重要なポイントで、iPhone 6は非公開ではあるんですけれども、焦点距離は 29mm 相当らしいです。で、この 29mm っていうのがまあまあ普通だと思うんですけれども、スマートフォンで 25mm の広角っていうのはあまり聞いたことがないですね。で、動画撮影では 4K も撮れますからね、より広い範囲で 4K で精密な動画が撮れるんじゃないかなと思います。動画に関しては、インテリジェントアクティブモードというのを搭載していて、電子式手ブレ補正をかなり強化しているみたいです。iPhone 6と6 Plus も映画レベルの手ブレ補正っていうので非常に売りにしてますから、どの程度、どっちがね、強力に補正ができるのかっていうのは非常に気になるところですよね。そして P-in-P にも対応しています。こうメインカメラとインカメラの映像を同時に撮影して、画面の中にこうピクチャーインで入れるというのにも対応しているんですが、それより私が一番気になるのがですね、マルチカメラなんですよ。説明文を読みますと、Xperia やソニー製カメラと最大3台までの Wi-Fi ダイレクトで接続し、複数のアングルから撮影が可能なマルチカメラを搭載。感動の瞬間を様々な角度から楽しめるということなんですけれども、これ使えるんですかね ?HDR-MV1。こいつと Xperia と同時に接続してマルチカメラができるんですかね。そんな風に読み取れるんですけれども、これがね、どうなのかちょっと気になります。もちろんカメラに関してはスペックだけでは語れないところがあって、スペックだけで見ると明らかに iPhone よりも Xperia の方が上なんですけれども、例えば画素数とかね、全然上なんですけれども、実際に使ってみないとこれわかんないですよね。私ずいぶん前ですけれども、Xperia VL というモデルを au さんからお借りしてレビューしたことがあるんですけれども、その時も iPhone 5 に比べてスペックでは勝ってるんですけれどね。ちょっとやけに青みがかって不自然な色合いだったりとかした記憶もあるので、これは実際に使ってみて試してみたいなと思います。あと静止画に関しては iPhone 6 Plus は光学式手ブレ補正を搭載してますよね。あれによってより低いシャッタースピードで静止画を撮れるようにという考え方だと思うんですけれども、Xperia はちょっと違う方向性で、より高い ISO でより速いシャッタースピードを切れるようにという考え方なんだと思います。続いてウォークマンの話です。今回の Z3 から初めて Z3 単体でハイレゾを楽しむことができるようになりました。それ以前の Z2 まではハイレゾを再生することはできるんですけれども、そこから送り出して別のアンプを用意してそこで増幅をかけないと、ハイレゾを聞くことができないというものだったんですね。これ結構大きな違いですよね。それから圧縮音源も DSEEHX というものでアップスケーリングできるということで、そういった強化もされているようなんですが、S マスターっていうアンプは搭載されてないので、やはり、ウォークマン単体のものに比べると音質は落ちると思います。で、これが非常に悩ましいところで、スマートフォン1台で全てを賄いたいと、
ウォークマンとかの再生機器を別途持ちたくないっていう人にとっては、Xperia Z3 がいいと思うんですけれども、やっぱり、まあ、どの程度ポータブルオーディオにお金をかけるかっていうところだと思うんですけれども、まあ、考え方によっては、まあ、Z3 1台を持つか、iPhone 6 プラスウォークマンを持つかっていうね、この選択が非常に難しいなというふうに今悩んでます。他にもね、いろいろ特徴はあって、スマートウォッチと連携できたりとか、それからプレイステーションのリモートプレイができるとか、私はやらないんですけど、こういうゲームをやる人にとっては非常に気になるポイントなんじゃないでしょうか。あとは au から出るっていうことで、どうしても通信量が高くなるでしょうし、 SIM フリー版が出る気配もないですからね。それにあと Z3 コンパクトが au から出なかったということは、ドコモから出るのかなというふうに思いますけれども、ドコモは9月30日に発表会がありますから、まあそれも待ちたいと思います。気になる Z3 の発売時期なんですけれども、これは10月下旬からとなってます。それに先駆けて9月25日からは KDDI デザイニングスタジオとか au 名古屋、au 大阪、au 福岡なんかでももうすでに先行展示されているそうです。でさらに10月4日からは体験会っていうのがあるそうで、これソニーストアでやるんですかね、まあ、その辺にも私は見に行こうかなと思ってます。で実際にたっぷり見て触って係の人を質問攻めにしようと思っているので、これ聞いといてっていうようなことがあればね、コメント欄に書いておいてください。で私はそうやってたっぷり触った上でですね、11月にソフトバンクからナンバーポータビリティで転出する予定なので、 au の Z3 にするのか、ドコモの Z3 コンパクトにするのか、もしくは iPhone 6 を SIM フリーで買うのか、判断決断したいと思っております。それでは。